こんにちは、服とスノーボードの店レイブ前橋の大輝です。いや、もうすっかり30度を超える日が増えてきました。夏です。なのでこちらゴーヘンプのベーシックショートスリーブティー、これについて話していきたいと思います。これがヘンプが 55%、オーガニックコットンが 45% っていう混率の生地。生地の厚さ自体はそんなにないんですけど、多分このヘンプの重さがねがっつりあるんで、ゴヘンプに聞いたところ8オンス一応あるらしいんですよ。でコットンだけの8オンスの生地ってもう結構ゴツゴツの生地なんですけど、そうではなくてしなやかな感じがする。なんかコットンの8オンスのイメージでいるとちょっとこう肩透かしを食らっちゃうかもしれない。でもそういう感じのこうなんだ、薄くて肌当たりがいいんだけどしっかりしてるような、そういう生地感の生地、そういう生地で、このヘンプとオーガニックコットンについてなんですけど、まあね、オーガニックコットン、オーガニックって書いてあるから化学的な農薬を使わない有機肥料とかで育てるみたいな、まあ、育て方で作られたコットンですよね。でヘンプなんですけど、ヘンプはすごく強いんですよ。なので痩せた土地でもなんかもう農薬とか肥料とかなしでもぐんぐん育っちゃうような植物なので、このヘンプ自体もまあ、オーガニックに近いような感じで育てられてるんでしょう。だからヘンプ×オーガニックコットンの生地はまあ環境負荷もだいぶこう低い、環境にもちょっとねいい生地になってます。ゴーヘンプってね、そこがやっぱ良くて、なんか雰囲気がいいから着てるんだけどいつの間にかエコみたいなっていう感じの生地が、まあ、このベーシックショートスリーブをはじめとしたこのベーシック T シリーズです。サイズ感についてなんですけど、まあ、一応今僕が172センチ52キロの体型で M サイズ、ミディアムサイズを着てます。こうするとこんな感じ、まあ、作り自体がこうワイドだったりはしないかといってこうピタピタな感じでもない、まあ、いわゆる一番スタンダードなシルエットではあります。一番まあ使いやすい形ではあるのかなと。無地でこの上に、まあ、以前の動画で紹介したあの羽織とかね、こういう感じでちょっとこうインナーで着てあげてもいいようなサイズ感です。でこのベーシックティーに関しては、以前の動画、多分去年かなの動画で、まあ、僕を含め他のスタッフ全員が各サイズを着てみたっていう動画を上げてますので、そっちを見ていただくとよりサイズ感分かりやすいかなと思います。その動画はね、あのここにこうリンク出したり、あと概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。カラー展開、これねベーシックティーのカラー展開がすごいんですけど、今年で言うとこんだけ出てます。今15色ここにあります。っていうのも、レギュラーで今年生産されてない色も当店ではね、あのメーカーの在庫を再入荷させてここにストックしましたので、まあ、メーカーが出してるカラーよりも多い15色展開みたいな感じでネットショップで見ていただけます。ゴーヘンプのベーシックティーは価格もね抑えめなんで、このコーディネートのその合わせによってカラー変えたりとかっていう感じで、一人で何枚も何色も持ってたりとか、あと同じ色ブラックだけで5着持ってるよみたいな方もいるようなアイテムですね。結構なんだ、普段着でこうやって着てる方ももちろん多いんですけど、仕事の時に使ってるみたいな話もめっちゃ聞くので、ただの普段着っていうだけではない使い方もぜひしてみてもらえればと思います。そんな感じでめちゃめちゃ使い勝手のいいゴーヘンプのベーシックショートスリーブティーのご紹介でした。
何かご不明な点やご質問などございましたら、お気軽にコメントまたはメールにてご連絡ください。ではまた。